バニーズ群馬 FC ホワイトスターは群馬県前橋市にホームを置く女子サッカークラブ。なでしこリーグ2部所属。2007年4月、アルテ高崎レディースの監督だった石川雄介が高崎市をホームタウンにホワイトスター高崎2007として創設。2009年にホームタウンを利根群昭和村に移し、クラブ名もホワイトスター J ウィングス昭和へ。 解消したが、わずか1年でホームタウンを高崎市に戻し、AAC ホワイトスターへ、解消2011年にホームタウンである。高崎の地名を、クラブ名に関して、AAC 高崎ホワイトスターへ、解消2016年に、なでしこリーグ参戦を目指すことを表明し、群馬 FC ホワイトスターへ解消した。2017年、関東女子、サッカーリーグに部発昇格。 2021年度から発足する女子サッカーのプロリーグウィーリーグに参入を申請したものの参入は叶なわなかった。その後の2020年12月21日、チーム名をバニーズ群馬 FC ホワイトスターに解消、前橋市に移転し、なでしこリーグ2部に参入することが発表された。これは前年までなでしこリーグに参戦していたバニーズ京都 SC が、 新型コロナウイルス感染症流行の影響で、スポンサー獲得に苦しんでおり、トップチームを群馬 FC ホワイトスターに関することを決めたことによる。2020年は8チームを4チームずつの2組に分け、それぞれ1回総当たり1試合勝負の順位決定戦で実施。上記の結果は総当たり戦のみのもの。また総当たり戦グループ A で4位となったことから、 グループ B で4位のチームとの順位決定戦が予定されていたものの日程の調整がつかず中止となった。ありがとうございます。